はえー、これから何回かね時々、あのー、心拍変動の、えー、コンテンツも作ってあ、えー、げていきます。で最近、えー、今今,日今年の2023年ねコロナ開けて学会に参加するようになってあ,のありがたいことに今年は、えー、日本精神神経学会あと小児 違う、日本小児心身学会でね話をちょっとさせていただく機会があってでちょっと心拍変動は私もう20年ぐらい研究してますただまあずっとそうやってるわけじゃないですけどねでまあちょっとね最近はちょっと心拍変動っていうよりは生体情報を使った応用ウェアラブルセンサーここあるかな今回スライドあるかなウェアラブルセンサーを使った応用でちょっとメディカル以外もやってたんだけど、えー、まあ、心拍変動 特にね、あのこの前小児の学会に参加してこれからやっぱ小児の心拍変動特に自律神経の評価っていうところにねすごく意義を感じて、えー、ちょっとねこれ別にあの間違ってることもあるんで必ず自分で確かめてください。でまあ私がねこう考えてるというか知識こう記憶してることとまあ知識ここでお話ししながらまあ批判的な意見もいただきながらね、えー、より いいい形で心拍変動解析っていうのはいで今日はね、えーえー、この前これちょっと今日あんまり長く話すのはちょっとめんどくさいと思ったので、えー、日本精神神経学会ね20分ぐらいの話しましたでそこのスライドを使ってお話しますはいでこれね、えー、生体リズムの揺らぎの複雑性と臨床的意義でここはもう心拍変動の導入のお話です で心拍変動って何かっていうと、えー、こちらにあるように、ね、あの心電図で。心電図を計測します。そうすると、まあ、これも電極の位置で波形は変わります。基本はこれ、ね、心臓がここにあったとしたら、こうね、こちらとこっち。こういう,うに電気が流れる向きにですか、ね、こちらにプラス電極、こっちにマイナス電極をつければ、こういう波形が得られます。でここのえー、心臓の まあ、白道ですけど、まず電気的な信号が来て収縮する。ということで、ここ、えー、QRS 複合波。ここね、QRS コンプレックス。あるいは、こう、R 波とも呼ばれるけども、ここのところの、えー、ピークとピークの間が、まあ、白道の時間の間隔を表していると。で、これを1、1拍、2拍、3拍、これ次々にこう、取っていくと。で、これを並べたものを、まあ、RR 間隔と呼びます。で、 もっとさらにね、正常同調率って書きましたけども、えー、正常同調率は、これはきちんと、このね、心臓があったら、ここ、同、えー、結節から電気が伝わっていって、えー、防湿結節から全体に行くと。そうすると、こういうふうに、えー、基本的な、こうね、標準的な心電図の波形があると。で、こういうふうに、不整脈とか、そういうのがない状態を正常同調率と言います。で、これはノーマルサイナスリズムで。で、 基本心拍変動解析っていうのはこのノーマル、正常動調率、正常動調率間の間隔を言います。で、これがノーマルとノーマルなので、え RR、ー、間隔ではなくて、まあ、NN 間隔だよというふうに言います。で、実際にはね、RR 間隔を NN 間隔として、えー、使うことがほとんどです。はい。で、こういうふうに拍動の間隔がこう、例えばまあ1秒、1秒ね、1秒。 これが全くねメトロノームよーに規則的だったらこれを1泊目2泊目3泊目っていうふうにグラフに書くで縦軸が RR 感覚そうするとこう真、ま、っ平になりますねまっ平なるところがこれ健常な人の例ですけども、えー、これ10万拍1日およそ10万拍皆さん打ちますでこれギザ,ギザ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 してるよということでこの RR 感覚 これを心拍変動と呼びます。これが、まあ、揺らいでるよということですよね。でこ,のこれを心拍変動と呼びます。そして安静時であってもこれ絶えずメトロノームのように言ってじゃなくて揺らぎますす。よとということですそしてこの揺らぎの特徴を読み解くことで、えーまあ、病気の診断であったり予後であったりそういうことが評価できるということで、えー、研究されてきたということです。 でこの揺らぎの起源、生理学的にどういうところから揺らぎが起きているのかなというところで、えー、こちらのねあの本であの林の先生あの書いた記事、林の純一郎先生が書いた章のこのね図を使わせていただいて説明します。でこれはですねこれ心拍変動三分間だけ切り取ってあります。これ急に飛んでるわけじゃなくて、えー、あるとこ三分間重要なとこだけ切り取って並べてあります。 そしてこの場合、えー、心臓に働きかける自律神経で自律神経あの交感神経副交感神経ありますけれども、えー、それらを薬理的に遮断していった時に心拍変動あ先ほどの RR 感覚がどう変わっていくかっていうのをまあ示したものです。で、えー、まずねこちらの状態これは、えー、プロプラノロールっていう薬剤を えね入れて交感神経心臓に働きかける交感神経を十分に遮断すると。でそうするとこちらねなんかこっちはいこれ揺らぎはこうあこうギザ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 上,上下にするってことはこう長くなったり短くなったり感覚がしてるっていうことです。でこの状態でこれ縦軸があるある感覚でこれ線つまり1秒より長いですよでもちろん横になったりすると1秒より長くなることありますけどもこの場合はあの交感神経を遮断しているので。 むしろ、まあ、副交感神経がね、より優位になって、感覚も伸びていくという傾向があると思います。で、ここから、まあ、交感神経をもう十分遮断している量の、まあ、薬を投薬、投与して遮断したと。そこから副、副交感神経を、アトロピンを、こうね、量を、こう、ちょっとずつ増やしていって、遮断していきますよっていうのはこちらの向きです。ですね。で、そうすると、副交感神経、まあ、心臓、瞑想神経ですね。瞑想神経を遮断していくと、こう、 だだんだんこの RR 間隔がこう短くなっていってていいると。そして十分に副交感神経の方も遮断してやれば心臓っていうのはこう非常に一定に打ち,打ち始めるということです。ここですね。でえー、これおおよそまあ600ミリ秒の間隔ってなってますので1分間にまあ100。でたい皆さん100から110拍ぐらい心臓はもし自律神経の制御を受けていなければ 非常に規則的に打ちます。じゃあ、普段はどうなってるかっていうと、ここからね、ね、副交感神経がずっとペースを緩めるとともに、まあ、揺らぎが見られるということです。ということで、この RR あるある間隔がまあ短くなる方向というのは、まあ、交感神経が働くという可能性もありますし、もう一つは副交感神経のこの作用。で、副交感神経の作用っていうのはブレーキに例えられる。このね、リズムを。ゆっくりする。 はい、ですのでその作用がなくなるあるいは交感神経はアクセルに例えられますけれども速くなるということはあります、はい。それで上に長くなっていけば、まあ、副交感神経で短くなれば、まあ、交感神経かあるいは副交感神経が作用しなくなったというふうな、まあ、解釈もできるわけです。はい、でここねあーね迷走神経を十分に遮断して副交感神経を十分遮断してあれば揺らぎがなくなるよということで。 揺らぎの主な起源、ゆらぎは何が作り出してたかっていうとです、はい。それでは臨床的にねこれはどう意味があるのかということは、えー、これ歴史的にはですね、あのー、こっちクレーガークレーガーらが1987年に、ね、発表したこの論文の結果これそ,こその論文から引用した図ですこれ表もそこから引用したものです。 はい。彼らは800人くらいの患者さんです。約800人の患者さん。で、心筋梗塞後の患者さんですね。で、心筋梗塞後の患者さんの24時間心電図を測りまして、そこから RR 感覚時系列を抽出した。そして、この揺らぎですよね。この変動のこの幅。先ほど見せたこれね。これ幅が小さいですよね。で、こちらは幅が広いですよね。こういう幅を評価するのは、 どういう統計量が使えるかというと、まあ、標準偏差。これを使って評価してやることができるということです。ですので彼ら、ね、クレーガーラーのね、研究では SD、スタンダードデビエーション、24時間心拍変動の標準偏差を計算して、えー、その大きさに応じて3つのグループに分けた。で、えー、この50ミリ秒未満、揺らぎが非常に小さいグループ。 で一番大きいのはこう100ミリ秒より大きい比較的大きく,開,く開いているということですねそ,うその中間って3群に分けましたでこれ内訳はこうです。でこのグラフは生存曲線と呼ばれるもので統計の方,方法でこうですね0っていうのがその心拍変動を測った日検査した日です。 そこからここ1.02.03.04.0というのは年の単位で1年2年3年4年経過していく中で縦軸は生存率で1が全員生きている状態そこから落ちていくグラフが下に下がるということはま残念ながらなくなってしまった方がいらっしゃるということですでこの赤と青を比較してもらえばこうですね 死亡率が高かったよということでこの揺らぎの大きさを評価することで、まあ、生命予防の評価ができるんですよということで、えー、そういう意味でも臨床的な意義がここから分かるわけです。でその後ですねこの心拍変動の標準偏差っていうのは、まあ、指標の名前としてはスタンダードデビエーションノーマルトノーマルインターバルですねそういう意味で SDNN と呼ばれます。でその後ですね、まあ この SDNL については多くの研究で使われてきて、まあ、ほぼ矛盾なく用語予測に有用な指標ということでこちら引用の文献を挙げましたけども、えー、メタ解析でもまあその有用性でいうのは示されてますよということです。はい、ということでこの心拍の揺らぎ心拍揺らぎのこの減少っていうのが副交感神経のこのね機能不全っていうことに関係するということです。 はい、で心拍変動これ例を書きましたけどもこちらの赤い方がね若い健康な人でこちらまあちょっと年齢はちょっと高齢側になりますけどもあの疾患があると揺らぎが小さくなるよと。でここに、まあ、揺らぎの幅標準偏差で特徴付けられる量だけじゃなくていろんな特徴が隠れているということでこの構造を読み解くことによって、まあ、診断に役立てたり要予測に役立てたりする。 するということができます。で、まあ、私自身もこのどうやって分析するかということをまあ開発してきたということです。はいで、先ほどね。副交感神経まあ、これ徐々に遮断していくと揺らぎがなくなってきたというところはあります。で、基本ほとんどね。この揺らぎの成分っていうのは副交感神経と関係しているんじゃないかなっていう風に。まあ現在考えられています。で、交感。神経ももちろんこれ評価重要です。なぜなら交感神経がね。あの更新する過剰に働くっていうのも,も、あらゆる病気に。 のもう引き金になるということはもう十分もう確認されています。ただ心拍変動を使って交感神経がどこまで評価できるかっていうのはなかなかあの難しい疑問が持たれている今ですから、ね、交感神経がこうやれば評価できるよっていうものもなかなか、えー、それでいいよねっていうふうに皆さん同意されたものは合意が解いているものは、うん、ほ,ほぼないということを、まあ、下に書きました。はいといととうことです じゃあこの心拍変動を特徴づけるということでいろいろなですね心拍変動指標っていうのがこれまで提案されてきた開発されてきたわけですでそれをいくつかこう紹介していきますまずはですねこう時間領域指標という呼ばれるものがありますこれは何かっていうと基本的にはこの RR 感覚のデータを使ってまあ上からこっちにね書きましてここね、まあ、平均値を計算するこれはも基本統計量ですよね、うん、統計学におけるね あとは標準偏差。まあ、これも基本統計量です。ですので、そういう時系列から直接計算していくような指標を、まあ、時間領域指標というふうにカテゴ,リカテゴライズされます。で、まあ、時間領域に対応するものとして、あとで周波数領域指標っていうのが出てきます。これは、まあ、じこれはですね、フーリー変化、パワースペクトルね。そ,そ,それとの関係で、あの 周波数領域、時そこからまあこういう呼び方の分類っていうのは来てます。はい、ということで時間領域仕様いろいろ定義書きました。NN、ねえー、間隔、まあ、一般的には RR 間隔を使って標準偏差を使った SDNN あるいはもうこう,こうねいろんなのあります、えー。よく使われるのっていうのは、ね、SDNN と、まあ、RMSSD っていうのが多いですかね。はい、PNN50 も時々使われますけども。 はい、例えば、まあ、RMSSD っていうのは、まあ、SD って書いてあるから標準偏差みたいに聞,聞こえますけどこれは、えー、これサクセシブね連続したもののディファレンスですね。で,、えー、で隣り合った NN 間隔の差の2乗平均の平方根ややこしいですけどもあ隣り合うこの相対を差を取ってこの差の分を2乗して平均を取ってルートを取るという量です。でこういう量が、えー、提案されています。 こうまあ名前もいろいろあります。で、こう、名前ももう、まあ、決められてるわけですね。で、どこで決めてるかっていうと、こちら、上、引用書きました。はい。このサーキュレーションに1996年に掲載された、この論文。えー、これ、Heartrate Variability Standards of Measurement。 フィジカルインタープリテーションクリニカルユースね、ユーズって、あのー、これはあの、ヨーロッパとかアメリカの、えー、心臓とか心電図の学会が、学会でこうまとめたもので、これが標準的な指標だよっていうのが、この論文に書いてあります。で、皆さんね、同じ指標を使って計算していく、あ、同じ計測方法で計測して、同じ指標を計算していけば、まあ、論文間で、 そのの指標の違い、値の違いを比較できるよということで、まあ、標準的なものがまとめられているし基本的には同じものを使うことが推奨されるということです。で例えばね標準偏差ここに書きましたけれどもあ待て待てはいね標準偏差である SDNN でここは横軸は0歳から100歳まででこういう,うに加齢の変化を書いてありますでこちらは男女の性差も含めて書いてあります。でこういうふうに、えー、この SDNN この心拍変動の揺らぎのこの幅は、この20歳ぐらいまでどん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 大きくなっていって、その後、彼とともに減っていくよというような現象が見られます。またこちら、性差ですよね。男女の差。もう、まあ、こう、微妙ながらあります。まあ、興味深いのは、まあ、男性の場合ですね、まあ、50前後でちょっとへこんで、その後、ちょっと、 上昇すするることともあると年を取るとですねむしろ、まあ、これ SDN っていうのは、まあおまあ、大きい方が相対的には大きい方がいいわけですので、まあ、そういうふうに、まあ、ちょっとストレスフルな50代っていうのがあるのかなということが、まあ、予想で想像できます。はい、というふうに、まあ、こういう時間領域の指標があります。でこれ、えー、と今回ですね、あのー、あ結構簡単もう簡単ですもうとにかく何、えー、ていうんですかねこれが別にあのー いい説明してると思わないんですけど、これからもう何回にも渡って、もうしつこいぐらい心拍変動のことを掘り下げていきたいと思います。いいですかね。だから、ここはなんか指標はこうだよと。とまあ、教科書に書いてあるまあ、論文でね。こういう指標ってこの定義だよ。っていうことよりもだけじゃなくて、指標はね。どういう風うな？まあ、時系列のどういう風なまあ、こうなんどっちかって数理的な意味ですね。これを強調していきますので、今日はもう。 全体にまあ時間領域指標いろいろあるよねということがありますはいでこれは時間領域指標ですはいそしてあもう一つですねまあさっきほど言った SDNN っていうのがこれはもうかなり、えー、エビデンスの蓄積した指標ですただ、えー、こういう意見があります SDNN が, SD が持ってる情報って 平均心拍数と同じだよというふうなあの主張もあります。はい、でここも,もちろんねあの検証あの皆さんでしてください。ただ私もし平均あの心拍数平均心拍数は大事だと思います。で、まあ、特にそこは、まあ、SDNL とどう一緒かということは一回置いといて、まあ、ここにちょっと掘り下げないでえ安静時の心拍数っていうのはもう非常に重要な仕様だよということはあります。 で安静時の例えば心拍数が、えーまあ、10bpm 増えると心臓突然死のリスクが2倍になると、まあ、これもあの大きな疫学研究でもかなり示されてます、はいまあ、心臓突然死ねこういうふうに致死性の不整脈心室細動が起こるようなこのリスクが心拍数が上がると、ね、高くなるということも、えー、分かってますでこの心拍数が高くなるのもどちらかというと交感神経が優位になっていくと いうことですね。そういうことで交感神経の更新っていうのはリスクだよと危険性があるよということですよね。はい。ということです。で,ですので必ずしもこう揺らぎであるとか何か複雑な計算をしたものだけじゃなくてまあ心拍数っていうのも本当非常に重要なえ特徴だっていうことも強調しておきます。はい。で、まあ、先ほどいろんな指標を言いましたけれどもこうですね順番は整理されてませんけども。 心拍変動は、まあ、長い時間測る、まあ、ある程度の時間を測るということがあります。で先ほどの、まあ、標準的に心拍変動はこう計測しましょうという中で、まあ、長時間心拍変動と呼ばれるものこれは、まあ、24時間測りましょうよということが基本になってます。はい、で,す、ね、で今もちろん、えー、とホルター心電図も1週間測れるものありますのでねで、まあ、24時間、えー、測ると。 いうのがまあ一つの典型的な長さです。で、短い方、これ実験室で測るときにま24時間ずっとねあの取れないですし、24時間の場合はこれは日常生活中に測ります。ですかね。ホルター心電計、日常生活中に測れる心電計を使って測ることができるということです。で一方で短い時間実験室で測るような場合には短い時間で測るわけですけども、一つの典型的な長さは5分です。 もちろん1時間30分いろいろな場合があります。最近はですね、私、論文、まあ、査読に頼ま,頼まれますけど、結構短いのも増えていると思います。1分とか。なかなか短いと十分な特徴付け、評価、まあ難しいと思ってますけども、はい。まあ、ここには深入りせずに5分的っていうのが短い方の典型的な長さです。 はい、でそうすると先ほどね標準偏差 SDNL と言いましたけれどもこれですね24時間の時系列を見るとこ,れこういう風うになってます。で先ほどこの幅だ幅だっていうのはこれ誤ったちょっと印象を、えー、与えていると思いますのでちょっと言います。はいこうですね、24時間の心拍変動 RR 感覚を見ればこれ日中ですよね。でこう夜ですよね。夜にななると長くなりますですから心拍数はゆっくりになる。 そして夜、これ、睡眠中です、気温。でこう下にこう毛羽立ってるのが何本かこう下に出てますよねこれは何かっていうと深い睡眠の時にはこう幅が狭くなって浅い睡眠になるちょっと目が覚めてくるような状況になるとこちらですねこうに毛羽立ってくるっていうふうなことを反映してますはいで昼間と夜が違いますのでこういうサーカディアンリズム外耳周期のパターンが見えます SDNA のの計算すするとですね、この 幅じゃないですこのサーカディアンリズムの幅が主に評価されているということを注意してください。あこれも本当マニアックにこれからねあの説明していきたいと思います。基本は大部分はこのサーカディアンリズムの影響で24時間の SDNN っていうのは決まってますよということをえー、実例も。 交えて数学的にもま説明していきたいと思いますが今日はしませんはいですねでもう一つじゃあ短く見るという時にですねこう印象は随分変わりますなんかこう24時間で見ると非常にギザ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 ,ギザしてますところがこの例えばですねこう緑のところですねここ睡眠中でここちょっとねこう下に毛羽立ってませんこの場所ここですねこれ比較的深い眠りのところを切り出していきますでここはた,った 下の70秒間です。これに上は24時間ですよ。下は70秒間1分程度の区間を切り出してくるとこうですねギザギザはしてますけどちょっと振動的なパターンが見れますですから、ね、こう見れますよね振動的なパターンが見れるこれおおよそですね4秒の中期で変動してますじ4秒で振動する成分体の中にどういうのがあるかというと呼吸ですで寝てる時にこう呼吸する で日中もそうなんですが心拍変動にはこの呼吸の変動に同期して早くなるゆっくりになるっていうのを繰り返すパターンが含まれている場合があります。含まれる場合があります。はい。もう一つこの赤のところですね。これこれは日中で立って何かをしていたところを切り出しました。でここ赤い線のところまた1分70秒ですけども切り出すと今度は こういう細かい振動がなくなるわけですねこれ同じ時間の幅ですそうするとこここれ10秒ですね20秒30秒見てくださいな波は1個2個3個ってあるんで10秒ごとに振動しているなというのがありますはい立っている状態ではこういう風に10秒の振動が現れることはありますこれは何かって言うとこれは血圧の調整であるとかこう血管の調整ですねあの 血液循環脳に血を送るっていう適切に送るっていうのがまあ重要な役割ですそのためには立った時にはですねこの血管を細くして締めてきちんと脳に力あの血,血流を送るようにしなければいけないとでそれが10秒で振動してるんですよねその成分がこう現れてます。ね、はい。というふうに、まあ、こういう振動っていうのが、まあ、寝てる状態立ってる状態で見えます。はい。 で例えばこの変化っていうのを見る、まあ、生理学的な実験であとはもちろんあの検査でも使われますけどもヘッドアップティルト試験これはあの我々電動のを使ってますけども、えー、電動ベッドでモーターでこう角度がグーッと変わってきますグーッとこうね変わってきますはいねで真横の状態から今回 20°40°60° と変えた時の実験結果これ例をお見せしますで まあ、0度っていうのは行外この場合ね真横に寝てますそうするとこれちょっとね幅が10分なのでえー、細かく見えにくいですけどこれちょっとね振動してるんですね先ほどお見せした細かく振動してるこれが4秒周期ぐらいの振動が細かく入ってますでつまり真横で寝てると覚醒状態でもこう、ね、出てきますこういう振動が4秒の振動が細かいギザギザは4秒でこう振動してます ここからですね、角度0度、20度、40度、60度までやると、まあ60度を見ると、これ、これ幅が10分ですけど、それでもこうですね、なんかこう、ギザギザ、こう、ノゴギリの葉が粗くなりました。で、これが10秒の成分です。つまり、角度をだんだん上げていくとですね、こう4秒の成分がこう減ってきて、40度になるとは、10秒の成分が支配的になって、60度になると、さらに、 ほぼ10秒の成分になるということです。これは体の中でこう心拍数を調節する中で、えー、影響が変わってきてるということです。はい。で、こういう振動成分っていうのがあるわけですね。最初はギザ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 していると言いましたけども、まあ、完全に滑らかではないですけども振動している成分。これを評価する方法、まあ、データの時系列の分析方法として。 まあ、スペクトル解析パワースペクトル解析フーリエ変換そういうのがあるわけです。フーリエ変換をしてパワースペクトルを求めます。でここでは簡単に見方だけお伝えします。はい、どんな時系列でも,もうこれが滑らかであろうがギザギザであろうがどんなのでもどんなこう信号でもフーリエ変換っていうテクニックを使えばこう周期的なあのこの制限波。 ササインコサインンコで書かれる波に分解することがでできます,ですねでこう分解してみるっていうのが周波数に分解するでこれが周波数の世界周波数領域と呼ばれるところの記述ですでこれはまだ時間これ時間軸ですので横はね時間軸ですのでこれをまあ見やすくというかまあ要約して表すためにパワースペクトルというのを使います。でスペクトルあ まあ、パワースペクトルと呼ばれるものです。これ何かというと、これ、まあ、ログを取るっていう演算は今無視していただいて、横軸は周波数ですよね。周波数が高いっていうことは細かく振動している。周波数が低いっていうことはゆっくりこう、ゆっくり振動しているという、こう大きいね、ことです。そして縦軸というのは、この波の振幅。これの2乗。まあ、実際には時系列の長さで割りますので、まあ、その振幅の2乗に比例する。 ということです、ね、だからまあ振幅が大きければ大きいほど上に行くと。うん、こういうことです。はい、ということでゆったりした波細かい波ありますけどこれ今真横真っ平らになってますね。これどういうことかとというと異なる周波数の成分が同じ振幅で入っている状態ですよということですそしてこちら。ね。こちらは、えー、この信号の例ですけども。 これ何かちょっと見ると波、こうな、振動してますよね。振動してます。で、赤い成分が強く入ってます。で、この場合は、こうですね。この赤いこの振動に、赤い振動に相当する成分っていうのが大きい。振幅が大きいので、二乗した量も大きくなります。で、他の成分っていうのは相対的に小さいので、ここにピークが出てくるわけです。ですので、これが、まあ、パワースペクトルという、まあ、樹脂、こう、グラフですけども、呼ばれるグラフ。で、 どこか高いピークがあるっていうことはその周波数で大きな振動があるということです。はいということでじゃあ5分間、えー、心拍変動ね短,短時間の心拍変動5分間測ったものからパワースペクトルを計算した例です。で計算の仕方もここではもう踏み込みません。はいこういうふうに、えー、計算してでこれパッと見てあ見方先ほど説明しましたどういうことかというとあ その波の成分が強く入っているところはいくつかありますよねっていうことですねでギザギザしてますけどもまあちょっと主要なピークっていうのはこことここにありますよねということですはいでここでえー、まあこちらからいきますかこちら周波数にしてここのピークの位置読みます0.2と0.3の間0.25ぐらいですねで0.25ヘルツの振動があるとで0.25ヘルツ って言われてもなかなか、まあ、これね、あのー、見方慣れていないと分かりづらいと思いますけどもじゃあこの周期時間にして何この波のこの 1, 1パターンの長さいくつかなっていうのは逆数すればいいですね。そういうことで 0.1÷0.25 すると4秒になりますヘルツは逆数にしたら秒そうすると4秒のこれこの周期長さ4秒4秒で振動こっちか4秒4秒で振動しているということで。 4秒ねあります。ということでこれは4秒で振動してる成分があるんだそれは先ほど言ってね呼吸の成分です。で特にこの心拍変動の世界ではこのね特徴的なまあ、この時間スケール、まあ、この中でこちらが高い方ですよねこっちが高い方いいですかこっちが高い方こっちが低い方です。で、まあ、こっち側の高い方にあるので高いはい ですね、高い周波数帯だよということでハイフリークエンシーレンジハイクリフリークエンシーと呼ばれるレンジがここに定義されていますこれはこの世界での定義です心拍変動業界の定義ですですね。ここ HF と書きましたけども、はい、このピークっていうのはハイフリークエンシー領域にある成分です、はい、で HF と呼びますもう一つこちらですね LF 書きますこれはもうローフリークエンシー相対的にいくねこっち側がこっちが右皆さんから見て右側がハイ 高い。こっち側が、えー、え右側ああこっちが低いこっちが低いですはいそうするとこれピークの位置が下でグーッとまず0.1ぐらいですよね逆数を取れば10で10秒ですだいたい10秒ぐらいでこの血圧調節に関係した血管調節に関係した成分っていうのが入ってますはいこれはメイヤー波と呼ばれるものですけども ということでこちらの10秒ぐらいの振動成分がこう含まれる領域をローフリークエンシー l f 短くして呼びます。ですかね HF ハイフリークエンシー l f というふうになってます。それぞれ、えーね、呼吸それぞれというか上は呼吸下は血圧調整のこの振動成分と心拍数 RR 感覚がこう同期していることによって生じてます。はい、ということでこのパワースペクトルの特徴を、えー、数値化したものが。 周波数領域指標と呼ばれるものです,、はいこ,こ,ですね、でここもいろいろ書きましたでこの論文ですね基本はねこちらの論文、えー、HFHF ノルムね LF とかね VLFULF あ VLF はベリーローねまた周波数領域もこ,こちらですねここ,ねこっちさっき先ほどねあのこちらの横軸が線形リニアスケールだったんですけどこれ対数で書いてあります。 ということでこう、ハイフリクエンシー、ローフリクエンシー、さらにロー、つまりベリーロー、こちらウルトラローというふうにこの領域が決められています。はい。で、これも、この特徴っていうのは、いろいろあります。もちろんありますけれども、まあ、一まあ、いくつかの例で言うと、いくつかというか、代表的な例で言えば、この、まあ、HF 領域の面積、LF 領域の面積、これ面積のことをこの専門用語でパワーって言います。まあ、要は面積のことです。はい。これを 指標として使おうということで、まあ Hf というのは Hf 領域のパワー、Lf というのは Lf 領域のパワーというふうに定義されます。はい。で、えー、あ、解釈の面ですね。すみません。このスライドはあんまり解釈について書いてないんですけども、ハイフリクエンシーこの呼吸に同期した成分というのは主にこの心臓迷走神経がこう心臓に向けてね、こう情報を伝達することによって起きてます。ということで。 これも副交換神経ですねだからほぼこれ副交感神経によって仲介されているということでこの HF 領域のパワーっていうのはまあ副交感神経の使用に使われるものですあるいはこの LF 領域ですけどもまあ血圧調節ということでまあ圧反射そういうことで交感神経と副交感神経両方の,この作用っていうのをまあ反映しているでしょうというふうなことで。 LF 領域のこの面積っていうのはまあ交感神経副交感神経両方の情報が入ってるよねっていうふうに解釈されることあります。はい、そしてこのじゃあ交感神経だけを評価したいねっていう時にこの HF は副交感神経が主になっているんで主に入っているので、まあ、LF と HF 割ってやろうというアイディアでこ,こちらですね LF と HF の比 LFHF 比というのが交感神経と副交感神経のまあバランスを表す仕様として使われたりします。 最初に言いましたけども交感神経の評価必ずしも、えー、矛盾なく交感神経が活性化している時に交感神経使用が高くな,なるとは限らないという意味で規定的な意見が存在するということです。これも、えー、今日はもう全体的なお話だけでちょっとね簡単なことをざっと話していきます。はい ということでこちら、まあ、ログを取るのはちょっとまあ無視していただいてハイフリークエンシーですねこれはまあ副交感神経の働きをまあ評価する指標ですでこちら24時間の心拍変動から計算した、うん、計算したものですので,、はいで,すかね、でこれ先ほど0から100歳までですよねっていうふうにこういうふうにあの変化してあのいきますこれもまあちょっと興味深い形になってまんですよね単調に減少する増加数じゃなくて えね、これに変化しますよとあれは LF と HF の比ですね交感神経と副交感神経のバランスですけどもこの値が高ければより交感神経の方が活性化してると低ければ副交感神経の方がまあ活性化優位、まあ、っていうことで,いいですねうんはいということでどっちがドミナントかというふうに評価されたら評価されますはいということでこれフィメーメルフェメールで精査ありますまあ興味深いのはこう高くなってるのはまあ 素直な解釈は交感神経がより優位になっている状態ということでこうですね40から60までぐらいで男性の方が高い女性も高くなってますけどもこういうふうな、ね、ところでやはりこう働き盛りの時にこうストレスが大きいのかなということをまあこう感じたり、えー、しますはいということで、えー、やっていきますこれ,これが周波数領域の使用ですよということですねで他にこのまあ パワースペクトルを見て分かる特徴というか面白い特徴にこの F 分の1裏切りあるいはピンクノイズと呼ばれる特徴あります。これもちょっとお話します。これ何かっていうと先ほどのパワースペクトルをこう横軸もログ対数軸にします。縦軸もログの対数軸にします。そうするとですねこちらのですね低い方の領域で直線的になるということです。これはあの日本の武者先生がね、らが最初に発見した現象です。 はい、でこういう,うにこちらのところがまあ F の、まあ、マイナス1乗傾きで言えばマイナス1になるんですログ取ってここでもこれからまた別の動画で説明しますでこれが F っていうのは周波数ですよねつまりこのグラフが要は F 分の1っていう形になってる反比例の形になってるんですよということがありますでこれが何でピンクノイズって呼ばれるかっていうとこれは光のスペクトルとのアナロジーです まずホワイトノイズっていうのがこうまあランダムなやつの典型ですよね。ランダムな現象の典型。はい。で、こういうふうに。ホワイトノイズっていうのはまあこう周波数の異なる成分がこう、ほぼ同じ量だけ入ってます。深幅が同じ量だけ入ってます。ところが、こちらの F 分の1ラギになると、こうですね。F 分の1ラギになると、こうです。低周波の成分が強い。 だだん,だん小さく、ね、こちら高くなると低くなっていくということで,こうです、ね、色これ色実際の時系列には色はないですしかし光とのアナロジーで言えばこうですね低い波長が長い方、ね、こういう周波数が低い方の色っていうのは赤に相当しますですので赤が強調されているで他も混,じ混ざっている、ね、あ全部混ざれば白になります白色光っていうのは いろんな色の成分がほぼ均等に入ってる。でもそこから赤が強調されるという意味で、白から赤が強調されるのでピンク色だろうということでピンクノイズと言われます。はいで、これ数学的に面白いところが、えー、あります。たちょっとアンバランスにちょっとここだけ詳しくなるんですけども、これ何でかって言うとこのですね。この f 分の1だけの特徴の分析法。私はあのー、研究の中。ではまあ主要なテーマです。これを分析する。 数学的な理論これを開発というか、まあ、数学的なね裏付けそういうこともやってきましたので、はい、でこれ何が面白いかっていうと、えーまあ、フラクタルですねこれも、えー、徐々にいっていきますけどもフラ,クタルフラクタル的な特徴なんですよということです。でこちら決定論的フラクタル確率的フラクタルと書きましたけども向こうは、まあ、決定論的なフラクタルっていうのはもう単純な同じルールを繰り返し きっちり当ててはめていくつまり線分があれば中の3分の1をポコッと折りますよと。線分があれば線分があればそこをポコッと折りますよっていう変形を繰り返していけばこう曲線というフラクタル図けができると。じゃあこれは何かっていうとこれもですねあ今日はこれないか今日はこれ私すみませんスライドに入れてないですけどもこれも同じくですねこランダムな数字を使って変形を繰り返していけば これが作れますよということでこれは、えー、また後の回でお話し,したいと思いますねこれは数学的にも面白いんですよということで数学物理いろんな数理科学の分野からも注目されている現象ですはいえ一つ生理学あ医学医学的に臨床的にはこの特性重要なのかというとこれも重要ですはいこちらの これもマイオカーであるインファクションですね心筋梗塞後に、えー、左室の機能が、まあ、あの悪くなってる方々で、えー、生存曲線ですねこれ D で書きましたけども1200はいそうするとこの β というのがログログに書いた時のこの直線の傾きの数字ですそうするとこの、まあ、F 分の1っていう その時はベータは1ですで。これがきつくなって傾きはですね、こっちですね。こう急になってくるとベータの値が1から1.2、1.3、1.5と大きくなってきます。でこの傾きがですね、1に近い方、1.5以下、あるいはもう1から大きく離れていく方、1.5より大きい方と比べた時に傾きが1より大きく離れている方が用語が悪いですよというような 報告があります。という意味でこの特性自体も何か重要な、えー、現象を反映していると考えられます。はい、でまあ β の値っていうのはこの傾きですねこれは加齢や疾患の有無生命予後とも関係してますよということが、えー、分かってます。はい、で私の心拍変動の話しますけど、えー、お前が何やってきたんだと人がやったことをねただ説明しているだろうというところありますけどもまあ 私自身も、えー、心拍変動の特徴を分析する方法を開発してきました。で、えー、すいませんこうちょっとずれてますけども上ね、えーまあ、今まで他の人が考えていない中皆さんが見逃していた特徴として、まあ、非ガウス性っていうのを、えーまあ、注目し,、ね、しましてそれをどう評価するかっていう方法を、まあ、作ったと。でその理論的な裏付け数学的なところもきっちりしたということがあります。 で、これはあの？心不全の患者さんの予防予測にちゃんと使えますよというところがあります。はい、これもまあお話機会があればしたいと思います。で、もちろん他にもあの考えた仕様っていうのはあります。これは飛ばします。はい、今日飛ばします。はい。はい。で、えー、あ。これはえー、っと。ちょっとあの精神。神,神経。 精神学会でお話したうつ病関係でまあ基本的には揺らぎが小さくなる現象がうつ病の重症度と関係してますということでこれはまあその他ですねあとはあこれはあの昨年終了あ大学院ですね終了した上村君これもずれてますけども。 君がねこう、えー、機械学習というかこれは深層学習を使って分析したりして、えー、この場合はですね特徴量を使わないわけですね特徴量を使わずにこのデータから特徴を学んでいてディープラーニング深層学習で学んでいって用語予測しますよというようなこともまあできますはいでこれも、えー、今日は飛ばしますはいでいろんな分析方法ありますよということですね であこれ結果だけお話ししますと、えーまあ、心拍変動指標というのが今までねいろいろ提案されてきて皆さん使ってきていると。ということで、まあ、心拍変動指標代表的なものを計算してこれロジスティック回帰でやったものこれ比較的、まあ、今となれば相対的な古典的な方法。でちょっとまあテクニックは使うんですけどもリカレンスプロットっていうテクニックは使うんですけども。 コンボリューションニューラルネットワークですね、心臓学習を使って特に指標というのを考えなくてもこう予測できますよっていうのはこの真ん中の結果です。あ多少ね、多少従来の心拍変動指標の方がまあいい傾向がありますけれども、まあ、そういうような指標を見つけなくてもやる方法ってあります。というのがまあ最近流行りですよね。はい、流行りであります。ただあの 私はね、こ,れ、まあ、こういうのあ人工知能っていうふうに言われる、皆さんね、ディープラーニングが主となってあの、こういうデータ分析では人工知能と皆さん呼んでます。で、私はまあどっちかっていうとあの人間知能の方が好きです、はい。自分で見てたら分かってくる気がしちゃう方です。はい。で、 心拍変動を測るっていうことで、今までは、ま、ホルター心電計、臨床的にはホルター心電計が使われてきたということがありますが、今ですね、これシャツ型であるとか、腕時計型、耳にクリップしたりするようなセンサーがあります。これは、ま、非常に安く、あの、利用できます。しかも装着に手間がない。で、つけてても、あの、な、つけてる気があんまりしないという意味で、生活の邪魔をせずに連続的に測れるということで、こういうのを使って。 いいろいろまあ,臨床的なことあるいは日常のウェルネスをですねよくするっていうふうにことにまあ活用していこうということも行われていると。でこういうまあちょっと他人のように他の人があっていう感じで言いましたけど私もこのこういう生体情報日常で測れる生体情報を使って働く方々の安全を守るということにまあ実際に応用してます。で実際にはしょ、あの あの社会実装されて働いてる方に使っていただいてるものがありますのでこれもまあ紹介していきたいと思います。はいということでまあ、心拍変動の解説これはあれですねあの講義ではねあのもうちょっと詳しくもうちょっと真面目にと言ったらあれですけどねもうちょっと詳しく言ってるあの説明しているものがありますけどそれは非公開にしてあります。で ここはただ、えっ、ー、と、長くしすぎるのもですね、あの、伝わらないということで、ちょっと短く短くできるだけ区切って、あ、えー、の、ポイントをまとめて、こう、お話しできればと思います。ということで、今日は最初の導入ということで、全体像です。まだちょっと説明しきれてないものもたくさんあると思います。これもね、しっかり考えて作り込むっていうのも大事ですけど、もう、できないです。はい。 とということで、えー、もう思いつくままにこうメモのつもりで動画を、ね、載せていって心拍変動を本当にいい形で使っていきたいと思います。で本当今までちょっとね、あのー、今までというかれ最近少し心拍変動から離れてたという気持ちがあります研究から。ただ本当に今ほん皆さんねあの注目していただけてるということだけじゃなくて役に立つとこ分野っていうのがね 感じることができましたので、してきましたので、ききまましししたたののてここは私もう一回もうゼロからのつもりであのはい考えていきたいと思います。ということで今日はね心拍変動を用いて自律神経機能評価心拍変動を用いた自律神経機能評価ですね、まあ、交感神経副交感神経それぞれにそれぞれの影響で特徴が変わっていくというお話を簡単にしました。で、えーまあ、診断予防予測これはも成人ですね。 でもちろん成人向けにはまだまだあの開発していく必要もありますし実は知識を整理してていく必要があると思ってます皆さんちょっとね私ちょっと偉そうに言う,言うかもしれないですけどちょっと過信してご、まあ、誤解してるというか、まあ、誤解はしてると言い過ぎですけど、まあ理ね、その心拍変動の理解っていうのがちょっと誤った方向にちょっと行こうとしてるのかなっていうちょっと心配してますのでそういうところもねきちんと。うん いいいいい方向にしていきたいと思います、はい、であ交感神経の更新を反映する指,指標っていうのはなかなかないんだよと言いましてまあ私非がう指標って提案してそれとこれはまあ交感神経に関係するんじゃないかっていうふうにまあ一応主,主張し続けてありますけどもこれについてもこれからね検証、えー、していく必要があると思いますので、はい、やっていきます。ということでそうですねえー、参考文献こういうので、えー、心拍変動指標をざっと見て。 ください。はい。はで、えー、何かあのー、こういうところをねあの説明あのしたら面白いんじゃないかということはあったら提案して頂ければいいですしあの、いろいろね議論なんかっていうのもあのー、これ別にあの YouTube はね感謝していますこういう動画をお,お貸してもいただけるので,でこれ別に広く見ていただく必要はないので、えー、ねもうじ、もう何かこう 疑問であるとか提案であるとか、いろんなこの心拍変動をこういうふうに研究していこうよとかそういう、えー、ねことがありましたらメールであの知ってくださってる先生方あのメールで連絡してください。はい、で今日はじゃあ今日はこのくらいにしておきます。はい、ではまたよろしくお願いします。はい、失礼します。